どうもゲタハノウです。本日のテーマは同業えっ、ー、とねまあ知ってる方もねおられると思います。でネットで調べると出てきます。えー、これ88箇所巡礼のお遍路さんで、えー、まあすごい、まあ、重要な言葉ですよね。でまあネットとかでねその説明書いてるんですけれども、まあ、せっかくなのでねあの僕回りましたのでその感じたことね。はい 感じたたやつをちょっととお話したいと思い思ますでこの2つ、えー、同業2人、同行2人と書いて同業2人と呼ぶんですよね。えー、こちらは弘法大師空海が常に、えー、隣におられますよと、お遍路中に。だからあの、2人で回ってますよみたいなあ。そういう意味なんですよ。まあそういう風にネットでも書いてますよね。はい、えー。人から説明される時もそうでしょう。なんですけども、この言葉ね、あのー、すごいなと思いましたね。はい。えっ、ー、と、昔の人頭いいなって思いました。 はいでどういうことかというと、まあそのお遍路中にですね。あの1回、僕ね遭難しかけたことありましたね。はい、あのー、まあ、過去にね。動画でお遍路行ってる時の動画やってますけれども、あれは余裕のある時しか動画になってないんですよ。皆さんちょっとこれやばいなとかはいね。時間と例えばすごい。山の中でとか。 えすごい地面濡れててとか、えー、やっぱ道が分からない迷ったとかね、はいえー、そういう時ってあの動画撮るような余裕がなくてですねそういうところはもう完全に抜けてるわけですよで例えばですよ、えー、本当誰もいない山の中で夕方になってきて暗くなってきて道もよく分かんないえー、これどうしよううわーってなってしかもものすごい疲れてるその時にですね一回こう石にねあの腰掛けてハァってした時に例えばその袋とかにね同業二人とか書いてるんですよね 不思議ですよ。あの、同行二人という文字を見るとね、なんか救われるんですよ。本当。あの、孤独感が、こう、ちょっとだけこう、安らぐんですよね。なんか、同行二人という言葉だけで。いろんなところにね、あの、同行二人って書いてるんですよね。あれはね、だから、まあ、その、やばいとね、えー、きついぞっていう時に、あれを見るとね、ちょっと救われたんだろうなと。はい。えー、それをすごく感じました。まあ、特にね、今はそんなあれですけど、例えば江戸時代とかね、えー、すごい昔だったら、お遍路の命がけだったんですよ。 回るの、はい、だから、えー、歩け遍路で回っているとですね結構遍路バカっていうね、はい、お遍路さんのお墓これ昔のねあります、えー、そこでまあ亡くなっちゃったってやつねっていうような、えー、そういった時代もあったわけでっていうふうに考えるとあの同業二人という言葉、まあ、もちろんその教えとしてもねあのそうなんだけれどもだから単純に物理的にねあのその励ましの言葉なのかなって。 はい、えー、僕はね、それ強く感じましたね。でそしてね、あとお接待、えー、これもね、もう四国の方とか、回った方はもう当然ご存知なんですけれども、その四国88か所巡礼の特徴としてですね、お接待というのがあるわけですよ。で、えー、これね、結構その知らない方、例えば、他府県のね、遠い方とかだったら、あのお接待本当あるんですかみたいな、はい、えー、そんな話にもね、結構なりますね。あのー、めちゃくちゃあるんですよ。はいめちゃくちゃゃくあありますます、あ 当然ね、例えば、お車で回ってるとか、えー、公共のなんか使ってるとか、えー、で、そして歩きとか、えー、その方法によって変わりますよ。あの、正直、歩き変動の時がやっぱり一番こう、お接待もらうイメージだと思いますけれども、えー、僕も本当にいろんなものをいただきましたよ。あのー、お菓子だったり、パンだったり、おにぎりだったり、お茶だったり、なんならお金とかね。はい。あの、そういったものもありました。 で、このお接待ね、じゃあ何でするのと。ね、えー。まあ別にこれ何でって、あのそは人それぞれいろんな、ね、考え方あるんですが、まあ、その中の一つにですね、お接待をすると、まあお遍路さんがですね、えー、回ってるのと同じような功徳が得られるという、はい、えー、そういった教えがあるわけですよ。で、あ、の、あ、そうなんだってね、僕は思ってました。へーみたいな。あ、でも回ってないんですよ。はい。あの、お接待をす,すると、もう同じみたいな。 そんな感じの考え方なんですよね。で、なんか、へーって僕思ってましたが、これがですね、あの、なるほどな。これもあの、昔の人ってやっぱ頭いいな、偉いなと思うやつ。はい。あの、これね、確か室戸岬らへんなんですけど、あの辺ね、なんもないんですよ。で、えー、飲み物なくなっちゃって、えー、持ってたやつも全部もうすっからかん、えー。自動販売機もない。コンビニなんかももちろんない。えー、そんなところですね、しかもカンカンデりで、えー、それで歩いてたんですよね。 喉が渇いてね、あのー、結構きつかったんですよ。で、あのー、体力的にも、えー、ちょっときてたしプラス喉が渇いちゃって朝から何も飲んでない、えー、お昼になってお昼様カンカンでにみたいな。 うわこれちょっとやばいかもって思ってる時にたまたま車がね通りかって止まって中からおばあちゃんが「おへんさんどうぞ」って言ってね冷たいお茶をねカンカンの持ってきてくださってでそれで「うわありがとうございます」って言って飲んだそのお茶はもう今まででね人生で一番美味しいお茶ですよ本当に <laughs> 一番美味しいで、えー、そういうことがあって「ありがとうございます」って言ってでまあ頑張ってその次のお寺に行くわけじゃないですかで次のお寺に行って漢字財胞作業時半乳ハラミタジって言ってその半乳新経とかを唱えてってやってる時にですねその時のおばあちゃんの 顔が思い浮かぶんですよ皆さん。はい、思い浮かびます。っていう風に考えると、その人のこと考えながら本堂とね大師堂と二、えー、つねお経を唱えてってお参りするわけですよ。ということはあの一緒に回ってるんですよ。だからあのお接待するとお遍路さんとねその回ったのと同じ、えー、ような苦毒があるよっていうのが納得できるんですよ。はい、あのこれはねだから僕の行った経験でねなるほどなと思いましたね。回ってるっていうね。 はい、で、えーまあ、それがあったのでその2つをね、えー、考えた時にまあその同業二人というね素晴らしい言葉があります弘法大師空海が常に隣におられますよという意味もあるんだけれどもまあせっかくなんであのそのおばあちゃんもいたし <laughs> 僕の中ではねで他にももうほんといろんな人いるんでいろんな人にいろんなことをしていただいてですねすごい助かったんですけど、まあ、だからもう全員でいいじゃんと。はい いうことで、同業全人って書いた T シャツを作ったんですよ。<laughs> で、これを、あの、本当に最近、えー、全国巡業ですね、えー、してるときにですね、実はこっそり、はい、こっそり、あの、それを、じゃあ皆さん、あの、欲しい人どうぞって言ってね、はい、売ってました。はい、すいません、こっそりです。ネットで全然言ってないっていうね。はい、まあなんですけど、あの、ちょっとね、欲しかったけど今手持ちがなくてとか、えー、もしくはその後からね、あの、友達も欲しいって言ってるんですけどっていうね、お問い合わせすごく来ました。はい。なので、あの、これ、下宅の方 ページでで、えー、ネットで買えるようにしておきますね、はい、あのそんな別にめちゃくちゃ大量生産してるわけではないんで数限りありますけれどもあの買えるようにネットの方でしとくんでまあ欲しい方はねあの買っていただいたらなというふうに思いますまああのデザインちょっといい感じなんで、はい、あのほとんどていうか文字だけなんですけどあのデザインねすごくいい感じで作っていただいたんでね。ということで、まあ、お遍路さんのね代表的なその同業二人とあとお接待についてね、まあ、自分が回って感じたことをお話しさせていただきました。 ではまた火葬場のことでわからないことあれ何だったんだろうなということがありましたら「ゲタ花をホームページから是非ご利用ください。